東方ゴジラ映画シリーズに登場する架空の怪獣。ゴジラと戦った最初の怪獣である。別名は、暴流。ゴジラと同じく原水爆の影響で蘇ったとされる太古の恐竜でゴジラシリーズ初の怪獣同士の対決を展開する怪獣でもある。モスラ、ラドンと共に高い人気を持つ。怪獣送信劇にいて、 ゴジラの良き相棒といった印象を与えられ、以降の作品にも登場する。1億5000万年前に生息していたアンキロサウルスと呼ばれる恐竜が水爆実験で現代に蘇ったもの。脳が体中に分散しているため、動きが俊敏である。ゴジラの逆襲にて、ゴジラに殺される直前の断末魔の方向は、大阪城にひび割れを起こしている。 いくつかの出版物では、体内で敵を痺れさせる毒液を作り出し、棘や爪から発するとされる。口述の通り、ゴジラの逆襲の小説や、タイアップした漫画、大暴れゴジラでは白熱光を吐く。当時の東方スタジオメールによると、1億5000万年前から7000万年前の三上期に、生息していた恐竜という設定になっている。 ゴジラの逆襲公開当時の潜在では、シベリア出身と表記されている。アンギラスの名前は一般公募された。落選した名前のいくつかは、杉浦茂の漫画家作品、大暴れゴジラに登場するオリジナル怪獣の名前に転用された。ゴジラの逆襲にも出演した俳優の土屋義雄は、ギョットスという名前を考えて投書した。 ゴジラの逆襲の海外版では、アンジラという名称になっている。公開順。ゴジラミニラガバラオール怪獣大進撃には、ライブフィルムで登場。特撮テレビ番組、ゴジラアイランドや、パチンコ、CR ゴジラ4にも登場する。初代アンギラス。アンキロサウルスの生き残りが、核実験の影響で突然変異を起こして誕生した。 体の各部に脳が分かれているため、動きが素早い。性格は非常に凶暴で、他の生物に対しては、激しい敵意を抱く。頭を回して、相手を威嚇する。出現地点は、岩戸島太平洋大阪。岩戸島でゴジラとの初戦を経て、ゴジラを追い、大阪に上陸する。大阪城の周辺で、激しい格闘戦を繰り広げた末、 ゴジラに喉を噛み切られて、致命傷を負い、白熱光で焼かれて死亡する。その際、断末魔の叫びが超音波となり、大阪城に細かくヒビが入るというカットが挿入されている。二代目アンギラス。以後、対メカゴジラまで登場したものが同一個体とされる。出現地点は、伊豆青木ヶ原。凶暴な初代とは異なり、正義感と、 勇猛さを兼ね備えた性質で、泣き声も若干違う。本作品では、他の作品に比べると、日本足で立つ描写が少ない。顔立ちはやや音話になり、目は黒目がちの明確で大きなものとなり、頭部の角は7本から6本に変更され、背中の棘は時計回りの向きに植えられ、数も少なくなっている。当初は、 怪獣ランドの怪獣として登場し、キラーク星人にコントロールされる。その制御から解放された後、富士山麓での対キングギドラ戦では右首に噛みつく。キングギドラが飛び上がっても離さず、落とされた後も右首を集中攻撃する。落下した際の衝撃でキラーク星人の基地が露見し、後のゴジラの攻撃につながる。 ゴジラと共に M ハンター星雲人の陰謀を突き止めて、同行を探るも、襲撃と誤解した、防衛隊から攻撃される。その後、視覚として現れたキングギドラや、ガイガンと交戦し、ガイガンに額を裂かれたりして苦戦するが、最後は誤って、互いに攻撃を当てて喧嘩を始めた、両解中の隙をついたゴジラとの連携技を駆使し、宇宙へ撃退する。 海のシーンでは、頭の色が黒くなっており、赤や木の苔らしきものが付着している。本作品のみ、漫画のような吹き出しでゴジラと会話するシーンがある。出現地点は、相模湾付きの世界岸子供ランド。冒頭のシーンに登場。アスカ島の水爆実験の悪影響で怪獣島に、起きた地震に巻き込まれ、ゴジラと共に脱出しようとするが、 地割れに飲み込まれて転倒してしまう。メカゴジラ噴するニセゴジラの異変を察知して地中から出現し、交戦する。ジャンプからの体当たり攻撃で、ニセゴジラの右腕の皮膚を一部剥がし、内部の金属装甲を露出させる。しかし、その後の格闘戦では、一方的に痛めつけられた上、尻尾を掴まれて地面に何度も叩きつけられ、 動けなくなったところで口をこじ開けられて、顎を裂かれて敗北し、地中へ退散する。出現地点は、富士山。他の作品と違い、アンキロザウルスが、放射能の影響を受けて怪獣になった。もしくは劇中で、音みゆきのセリフにあるように、X 星人の遺伝操作によって遺伝子に、m 塩基を入れられたり、一から作り出されたという設定。頭の角は、 初代同様の7本となり、背中の棘も整列しているが、先代2種が後方に沿っていた形状なのに対して前向きに沿っているほか、肩やももの部分に棘状の突起があるのも違いとなっている。また、全身が丸みを帯びており、尾には突起物がついている。体を丸めて高速で跳ね転がる、防流階級列弾という必殺技を駆使し、 過去の映画とは異なる戦い方を見せる。X 星人に操られて、上海を襲撃し、地球防衛軍の空中戦艦下流と戦っていた、最中、X 星人により一度は消滅させられる。その後、地球侵略の意図を明らかにした、X 星人により他の怪獣たちと共に、地球へ投入され、再度上海を破壊して、下流を防流階級列団で撃沈すると、 富士の受海でゴジラに、ラドンやキングシーサーと共に戦いを挑むも、3位一体の攻撃はジャンプでかわされ、アンギラスは踏み台にされる。続いて、ラドンとの連携によるアンギラスボールとして一度はゴジラに命中するものの、二度目は避けられて、ラドンと衝突する。さらに空中へ引かれた状態から、キングシーサーにシュートされ、看板へ激突する。 最後は飛び膝蹴りをかわされた、キングシーサーにぶつかられ、共にノックダウンとなる。脚本に存在した、とどめの放射熱線は省略された。なお、劇中には、バンクーバーの子供が、アンギラスのソフビ人形を手に取った途端、テレビで、アンギラスの上海襲撃映像が流れるというシーンがある。ゴジラアイランドの怪獣として登場し、アンギラスの谷に生息している。 劇中では、ハリネズミと呼ばれる。非常にナイーブな性格で、自らのトゲで、ジュニアが怪我をした際にひどく落ち込む。しかし、サボテン怪獣ゴロリンが出現した際には、そのトゲが、唯一の代行手段になる。ラドンの死体を求めて現れたと思われる、陸生子足歩行怪獣。背面部に、大きな硬いトゲを無数に持ち、常識を超えた、反応速度を示す。 命名は逃げお市長の息子で、アンキロサウルスの言い間違いではないかとされる。前足は足裏行き、後足は、死行と歩行形態が異なる独特な獅子を持ち、背中の装甲は、尻尾の根元で、ツバメの尾羽のように二股に分かれている。最大の武器は、攻撃を受ける際に体色が虹色に変化して細かく、背中の棘が高速振動させることで敵の攻撃を、 跳ね返す未来の危機を察知する能力とそれによる、超躍力。そこから、別称は、未来を近い獣。ラドンの死体集積所に出現して、ラドンの死体を狙い、逃げ押し各地に出現した後、大滝ファクトリーと、領友会が協力して開始した山狩りによって、発見された際には、以前よりも大きくなった状態で発見される。領友会の捕鯨法をも棘で跳ね返すが、 ジェットジャガーと対決した際に体当たりされて、捕鯨砲を胸部に発射されて致命傷を負い、活動を停止する。だが、市長が記念撮影しようとした際に活動を再開し、ジェットジャガーの頭部を破壊するが、ユングが操縦した、ジェットジャガーの発射した捕鯨弾を霊距離射撃で頭部に受けて絶命する。その後、折れた角は、ジェットジャガーの槍として使用される。 宇永美秀夫によるシリーズ初の総天面色映画を想定していた検討用脚本ゴジラの花嫁にも登場シーンが描かれている。ゴジラ対メカゴジラ以後ゴジラファイナルウォーズにて30年ぶりに登場するまでは全く出番がなかったが企画段階では復活が何度も検討されていた。ゴジラ VS デストロイヤーがゴジラ VS ゴジラという企画だった時期には ストーリー強化案として、第三の怪獣、ニューアンギラスとしての登場が検討されており、西川真嗣により、デザイン画も描かれていた。また、デストロイヤの位置形態として、アンギラス型の怪獣の登場も検討されていた。ゴジラモースラ・キングギドラ大怪獣総攻撃の初期案では、バランと共に登場する予定だったが、 工業サイドからの要望でモスラとキングギドラに差し替えられた。この時は黄金の氷結怪獣という設定で赤い炎の怪獣であるバラゴンとタイになる存在であった。シナダフユキによるイメージモデルも制作されており、キリンをモチーフに背中のトゲは氷柱をイメージしていた。ゴジラメカゴジラではキリュウと戦う案が出されたほか、 ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS では、市外での登場が検討されたが、仮名場に変更された。たびたび検討されながら、実現に至らなかった理由について、川北孝一は、子息のため、ゴジラと並んだ時に絵にならない、膝をついて動くため、スピード感が出せないなどの理由を挙げている。ありがとうございます。